84になるおばあさんのゲームの相手をしてほしい。俺にはお手上げ。どうせお前暇だろう。と、在宅介護の仕事をしている友人から電話があった。彼は高校時代からの友人で、高校、大学では野球部。即福祉への道へ進んだ。ゲームなどとは無縁だ。逆に俺は根っからのパソコン少年。どうせ暇だろうはないだろう。とは思ったが、彼にはここには書けない借りもあり、どうせ暇だったし、天気も良かったので、たまにはいい行いでもするかと、指定された住所に向かう。しかし、84でゲームとは、時代は変わったもんだ。麻雀か何かかな。ばあさんの印象は、本当によくある設定のばあさん。ふっくらとした感じの体型で、ちょっと背が曲がってて、ニコニコしてる。軽く自己紹介を済ませて、ばあさんが取り出す老眼鏡と PSP。ゲームはモンハンだった。ばあさん曰く、メスカリューの逆鱗が出ない。とのこと。つか、ばあさん、指使い、早え。今も、現役でピアノをやってるとのこと。とりあえず、何度かリオレイヤ討伐に挑戦していただき、頭破壊の方法を伝授。4回目にして、見事入手に成功した。ばあさんは、アドホック対戦で、一緒に冒険ができることを知らなかったらしく。これなら孫とも遊べる。と大喜び。その日から、ばあさんと俺は、毎週末冒険に出かけた。